工事は浮いている。まずはセリーグ工事、石田選手が登録、浜口選手が抹消。続いてパリーグ工事、阿部選手が抹消となりました。もしかしてセレモニーのためだけにあげたの？また2人ロッテ特例抹消。明日から4年生ラッキーパワー来てるかも。ああ、上がってきた子たちもみんないなくなっていく。この時期に変なことしないでください。楽天お得意の投げずに抹消。いい池田、宮西が昨日昇格して今日降格する理由。アズマックスお疲れ様。池田くんまた発熱か？今日のファームの試合で藤岡、山口、安田が復帰するらしいから池田、小川は抹消か。なんで宮西？ポンポンと間違えたんじゃなく？戻ってこず、今シーズン1回しか登板見れなかったな。今日は気持ちのいい投球を。よしよし、ちゃんと戻ってきたな。頑張れ勲さん。徳山見たい。徳山さん、体調不良がそんなに長引かなくてよかった。ご視聴ありがとうございました。